はじめましての方もこんばんは。身の回りの装備を整えるのに必死で眠れない男ゆうちです。皆さん少し遅いですが明けましておめでとうございます。今年もこのチャンネルをどうぞよろしくお願いします。そして皆さんはもうおみくじを引きましたか？僕は中吉でした。今年はちょっといいことがありそうです。そしてそしてさらに今回から新しいライトや電動スライダーが登場、制作風景などが少し綺麗になるはずです。そう、このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さてだいぶ長くなってしまいましたが前置きはここまで。さっきから新しい機材を使っていろいろな角度で撮りまくっているこのプラモを見ていきましょう。今日作るプラモは女神デバイス一条彩香英春です。去年一度普通バージョンの一条彩香を作っているのでクオリティに関しては今回も期待値大です。それでは早速開封してランナーを見ていきましょう。パーツを並べるとこんな感じです。いつも通りのランナー数の多さで安心しますね。ですがこの量を見て安心する自分はどうなのだろうかと最近思うようになってきました。それでは頭がどうかしている僕と一緒に説明書を読みながらパーツを切り離していきましょう。ニッパーで綺麗にランナーからパーツを切り離していくのですがどうやっても切り口が残ってしまいます。こんな時にはマジックテープヤスリ800番で少し削ってあげます。削った跡がこんな感じ。いい感じになりましたね。地味ですがこれを一個一個丁寧に作業を行い組み上げていきます。そして組み上がった一条彩香がこんな感じ。今回の一条彩香は前回の一条彩香に比べてこの非武装状態の衣装がとても異なります。普通の一条彩香はスカートやリボン、ネクタイが中心になっていましたが今回はぴっちりスーツ型でよりメカメカしいデザインになっています。さらに腰は塩ビになっています。そしてこの一条彩香は他の女神デバイスと同じように可動範囲も良好です。例えばこんな正座ポーズを取らせることができたり難なく両手を万歳させることだってできます。ただ一つこの状態の背中のパーツが取れやすくなっています。気になる方は接着剤で接着することをお勧めします。次にギア装備状態を見ていきましょう。ギアを装備するとこんな感じ。やはりな、期待値通りのクオリティです。足と腕は武装専用の腕に差し替えになるのですが素体のロリボディを殺さないこの造形美、素晴らしい限りです。そして武装をつけると少し気になるのが膝関節の可動域です。やはり武装状態になると可動域が少し狭まります。ですが戦闘ポーズを取らせるには不自由のない可動範囲です。その他のギアはだいたい普通の一条彩香と同じようになっており、ミサイルポットを展開させたり後ろのギアをぐにゃぐにゃ動かすことができます。その他の手持ちの武器はこんな感じです。説明書には記載がありませんでしたがこの大きいランチャーも組み立てられました。ですが専用アームがないので持たせたいと思ったら関節を別途購入してきた方がいいかもしれません。さて今回の一条彩香は機動戦士00ガンダムに登場する00ガンダムとミキシングしていこうと思います。ただ僕は年末頃にめちゃくちゃミキシングして学びました。制作時間に相当な時間がかかるってね。なので前編後編にします。今回の動画は前編にあたります。前編のこの動画では00の手足を一条彩香に移植しギアモードを楽しんでいく、そんな動画になっていきます。それでは早速改造の方していきましょう。では行こう。まずは足からがっつり切り張りしていきます。彩香の膝上のパーツを00の膝上のパーツにくっつけていきます。まず00の膝上の部分を一度分解しニッパーで膝上の関節部分を切り落とします。切り落とした部分には 2mm の穴を開けておきます。次に一条彩香の足を改造していきます。膝パーツを少し切り落としヤスリ掛けをしたら 2mm のプラ棒を接着し先ほど下処理した00ガンダムの足にくっつけます。あとは乾燥後パテで表面を整えてあげればこんな感じ。関節も二重関節なので可動域も完璧。次に腕を見ていきましょう。腕は彩香の腕を00の腕に差し込むような感じにします。
ですが腕はこのままだとサイズ感がおかしいので左の腕に書いた黒い線の通りにプラノコで一度パーツを分解し大きさを整えたのが右のパテを持っている状態の腕です。表面を整えリューターで内面を整え腕を接着します。内面にはパテを敷き詰めぐらついてパーツが壊れないようにします。その後同じ要領で小さくした手首の青パーツを接着します。出来上がった腕がこんな感じ。可動範囲は元の一条彩香の走行パスと同じぐらい曲がるのでよし。続いて手の甲です。このままだとちょっとなんか物足りない感があったのでことぶき屋から発売されているハッチを手の甲に貼り付けてメカっぽくします。貼り付けた際にできる隙間はパテで埋めます。面倒ですがこの作業を手がある分だけやります。さて次に細かい下処理を見ていきましょう。プラモを作っている時によく見かけるこの細かな線パーティングラインをデザインナイフでカンナ掛けをしヤスリで表面を整えてあげます。クリアパーツにもパーティングラインがあるのですが削ったりするとクリアパーツがくすんでしまいます。そんな時は100均で売っている爪研ぎを使う。お手軽に入手可能なこの100均の爪研ぎを使うだけでクリアパーツは輝きを取り戻すことができる。見よこの輝きを。素晴らしい。まるで爪ではなくクリアパーツを磨くために生み出されたようだ。やはり100均の爪研ぎは最高だ。次に合わせ目処理。消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み両サイドからギュッと押さえつけ中からムニュッと出てきた溶剤をよく乾燥させマジックテープヤスリ800番で削っていきます。いい感じになってきたら仕上げに1000番で仕上げます。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流しよく乾燥させます。そしたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り塗装の食いつきを良くさせます。そしたら次にガイアノーツのサーフェイサーエボで装甲や服などを灰色に染め上げます。メインの白パーツにはガイアノーツのアイスコバルトブルーピュアホワイトを調色したものを塗ります。青色の装甲にはファレホのウルトラマリンブルーを使います。インナースーツの上の部分だけはガイアノーツのアイスコバルトブルーウルトラマリンブルーローズディープレッドピュアブラックで深めの青色を塗ります。そして塗装している最中に変なことに気づいた。なんだか今回作った手首の収まりが悪いような気がしてしまい Z ランナーで余っていたこのボールジョイントを手首の根元にはめ込み手首の接続関節をボールジョイントに変更しました。急にこんな違和感を感じてしまい塗る前にちゃんと検討しろよって自分で自分に言い聞かせちゃいましたね。さて次に赤パーツです。赤パーツはガイアノーツのアイスコバルトブルーローズディープレッドクリムゾンレッドを調色して塗ります。そういえば皆さんはダブルオーガンダムはどこが印象的でしたか？僕はやっぱりダブルオーガンダムの初の出撃シーンが好きです。他にもイアンの忠告を聞かずにトランザムを発動するセツナも大好きです。フレームには一度ガイアノーツのサーフェイサーガンメタを吹きます。トップギアには一度 GX ラフシルバーを吹きます。そしてその上に蛍光ブルーグリーンを塗ります。この時に00の関節周りのクリアパーツも塗っちゃいます。そしてトップギアの中央以外その他のフレームパーツを GX メタルブラックで塗ります。肌や髪の毛にはサーフェイサーパステルピンクを一度塗ります。次にフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 をハーフに混ぜて肌を塗ります。髪の毛にはクリムゾンレッドマザーパープルピュアホワイトを調色して塗ります。そしてグラデーション塗装をするのでよく乾燥させたら一度クリアのトップコートを拭きます。
その上から少し暗めの色を塗り、塗りすぎてしまった部分をメラミンスポンジで拭き取っていきます。この時こすりすぎてしまうと最初に塗った色も削ってしまうので、優しく丁寧に明るくしたいところだけをこすり取っていきましょう。こすり取った髪の毛パーツがこんな感じ。これをやると陰影がはっきりしていい感じになります。さて、エアブラシによる塗装は大体終了。ここからは筆による部分塗装。メインで使ってるこのファレフォのウルトラマリンブルーで縦を塗ります。こちらは水性塗料らしいので、はみ出しても水で拭き取れば拭き取ることができます。そしてさらに下はラッカー系の色で塗っているので、拭き取った際下の白がおかしくなったりはしません。ある程度塗り上げるとこんな感じ。割と楽な方法で塗っているはずなんですが、やはりこの盾はなかなかボリュームがあって大変でした。この方法で体のボディラインも塗ります。ボディラインに使うのはファレフォのナイトブルーです。一部ファレフォが塗ってある部分は一度クリアのトップコートを拭いておきました。続いてデカール、走行周りは市販で売っているブルーのデカールを貼っていきます。そして顔は付属しているデカールを使います。口はホワイトとフラットレッドを調色して塗ります。次に100均の化粧品でほっぺたにチークを描いていきます。そして最後にトップコート、クリアとツヤ消しを1対1に混ぜたものを全体に塗ります。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。一条彩香、目標を駆逐する。いかがだったでしょうか。今回の一条彩香ちょい00改造バージョン、自分では元の手足と同じぐらいフィットした仕上がりになったのではないかと思っています。そして何よりもこの一条彩香はとても可愛かった。それを今回この制作を通して再び分かってしまった。ちなみにこの動画は前編にあたります。後編の動画はもちろん GN なんたらがくっつくってわけですよ。後編も楽しみと思っていただけたら、熱い高評価とグッドボタン、チャンネル登録よろしくな。さてさて、今日の動画は以上。破壊するもの、破壊されるもの、様々な改造を施され、今00が覚醒の時を迎える。次回ツインテール、それはアレクトを駆逐する美少女。またな。